どうもです。つくもやよ。1月9日、今日は良い日すよね。エベさん言うたら、漁業の神様、商売繁盛の神様、五穀豊穣の神様として有名な人やね。今日、明日、明後日とエベさんのお祭りやよ。六曜は釈光、祝い事は今日昼前後の身が吉で、あとは今日時間は日のと、灯火を示す加減の日、成長が旺盛な時期を迎えた状態を示している十二しわみ、こっちも加減の日、枝を大きく伸ばし葉が青々と茂る状態を示している。ほんでこの時間と十二しからも用語行読むと、いいわ言うてんな、良くも悪くも息を読ます言うけや。釈光、一番怖い神さんが守っとる日に、いいわ息を読ますかだろうかね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると永遠になるとええね。ほなまたね。